道端のヤブカンゾウもこんなに大きくなっています。山梨はまだ林道のゲートが開いていないので、どうしても山間部の道端を中心に歩いています。キノコのことはある程度わかるんですけど、山野草の方はあまり知らないので、ただいま勉強中です。山野草の方はあんまり詳しくないんで、山ちゃんお願いします。山ちゃんのリンク貼っときますので、そちらを見るとよくわかると思います。これは二輪草です。山ちゃんよろしくね。標高だいたい950メートルぐらいのところのフキノトウです。もうこれだけ開いています。フキノトウの周りに昨年のウドの枯れ枝を見つけました。山ウドはまだのようですね。タラの木も見つけましたけれども、まだこんな感じの状態です。小さいタラの木も今は他はまだのですね。これは標高650メートルぐらいの道路脇で撮影しています。コゴミが小さいのですけど出てきました。少しだけコゴミ持ち帰ります。おひたしにして酒のつまみになりました。美味しかったですよ。見ていただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。